台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、台北駅ど真ん中、台北駅地下街ワイクの中にあるお店、台湾旅行の最初と最後に超便利、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯、台湾のルーローファン屋台に行きたいと思います。はい、というわけでね、ここがね、台湾旅行のね、始まりと終わりの地ですね。台北駅ど真ん中ね、台北メイン大ホールですね。はい、ジベタリアンの方が復活しておりますけども、はい、ここのね、下に台北駅にね、地下街があるんですよね。はい、今日はその地下街の中にあるルーローファン屋台ですね。じゃあね、今日もお店までね、僕と一緒に台北駅ど真ん中のね、台北地下街を散歩してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあ今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。ちなみにね、ここのね、台北駅ですね、台北駅はもう台湾台北のね、超ど真ん中ですね。はい、さっきも出だしにも言ったんですけども、台湾旅行のね、始まりと終わりの地やと僕は思ってるんですよね。大体こう皆さん台湾に来られる方ってね、あの桃園ですね、桃園の、桃園空港に来られる方が多いと思うんですよ。もちろん松山からね、来られる方もいらっしゃると思うんですけども、あの桃園空港からね、来られる方の方が圧倒的に多いと思うんですけども、でその桃園空港ね、桃園空港からまず MRT とかね、バスに乗って一番最初に来るのがここの台北駅なんですよね。そして台湾旅行終わって帰る時も、当然桃園空港からね、桃園空港から帰るから、こっからね、台北駅からこっちね、この後ろに空港線がありますけども、あの MRT のね、こっから帰ると思うんですよ。だから台湾旅行ね、最初と最後にね、このそこが空港線でしょ、でそこがワイクの、今から下降りていきますけども、めちゃめちゃね、あのなんだろう、便利なんですよね。あの当然雨とか暑い日とかでも濡れないしね、はい、あの最初と最後に、最初に来ていきなりこうルーローファン食べたいとか、台湾旅行の最後にあのルーローファン食べて帰りたいとかっていうのに便利なお店やと思うんですよね。はい、じゃあちょっと今から地下街に降りていきます。はい、というわけでね、今 MRT じゃないや、台北駅のね、台北地下街のワイクの方に降りていってます。台北地下街のワイクはね、オタクの聖地って呼ばれてるんで、こういう感じのね、ほらゲームとかね、アニメとかのね、キャラがいっぱいあるところなんですよね。はい、今降りてきました。で、土曜日日曜日はね、あのここにね、ちょっと広場みたいになってて、その音楽ね、あのミュージシャンの方とかがね、まあまあ大道芸みたいな感じでここでね、歌ったりしてて、チップ集めたりとかしてますね。はい、ここが皆さん、台北駅地下街のワイクですね。これと同じやつがもう一本向こうにもね、あるんですよ。結構大規模な台北駅地下街、台北駅地下街の中でも一番規模が大きいですね、ワイクっていうのは。そして距離もすごい長いんですよ。あの一駅分あるんですよね。こっから台北駅から隣駅は、なんだろう、ベイメンって言ってね、北門駅っていうのがあるんですけども、そこまで続いてるんですよ。でそのちょうど、真ん中ぐらいに併設するように、台北 MRT の空港線がありますね、台北駅のね。はい、だから本当にね、空港行く前にもう、そのなんだろう、ちょうど空港線の MRT の台北駅のちょうど隣ぐらいにね、今から行くルーローファン屋台ですね、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯のルーローファン屋台があるんで、そこがねすごい美味しかったとしたら、台湾旅行の最後にね、そこでルーローファン食べて締めて帰るっていうのもね、いいと思います。そしてあのルーローファン以外にもね、あの臭豆腐ヤーシエって言ってね、それが美味しいらしいんですよ。臭豆腐といえばね、もう日本人の敵みたいなもんでね、あの嫌いな方もすごく多いと思うんですけども、なんだろう、好きになるとね、あれ癖になるんですよ。僕ももともと大嫌いやったんですよね。あんな人間が食べるもんじゃないとかって言ってたし、あのもううんこやねみたいな感じで言ってて、もう過去にね、ちょっとその視聴者さんに怒られたりとかもしたんですけども、それぐらい嫌いやった僕なんですけども、今ではね、臭豆腐大好きになったんですよね。でそんな臭豆腐ヤーシエって言って、今度はね、鴨の血って書いてね、これもね、台湾旅行でしか食べれないんですよ。臭豆腐もそうやし、そのヤーシエ、鴨の血って書いてね、ほんまにその漢字通りに鴨の血をただ固めただけっていうね、なんか豆腐とゼリーの間みたいな感じなんですけども、それと臭豆腐の煮込みがね、すごく美味しいらしいんで、今日はそれも食べたいと思います。だからルーローファンも台湾でしか食べれないし、臭豆腐もヤーシエ、鴨の血も
もうとにかくね台湾でしか食べれないものなんで、これはちょっと皆さん楽しみですね。はい、あとね今日は皆さんじゃじゃん、ほらドリンクのねやつ久々に持ってきたんで、っていうのはね今から食べるルーローファン屋台の本当にちょうど遠い面向かい側に僕がね三つ星をつけたねフルーツのドリンクスタンドがあるんですよ。まあ、視聴者さんに教えてもらったお店なんですけども、前回はマンゴー尿ないって言ってねマンゴーミルク飲んだらもう絶品やったんですよ。もう美味しすぎて、もうライブ配信の時にも飲んだし、もう2回連続で行ったぐらい美味しくて大感動して僕三つ星つけたんですけども、視聴者さんがねそこそのマンゴーミルクの他にスイカジュースとグアバジュースも美味しいですよっていうコメントいただいたんですよ。今日はね食事終わったらこれ持ってきたんでね、そのグアバジュースをね買ってみたいと思います。そしてそのグアバジュース飲んだ後に、実はねこの台北駅の地下街のワイクのこっちのね左側は台北の MRT の空港線が併設されてるって言ったじゃないですか。今度逆のこっちの右側にはねあの Q スクエア、ジンちゃんって言ってね Q スクエアっていう、もう台湾全土で一番大きなショッピングモールっていうんですかね、あの大きなというかそのなんていうんですか、人が一番集客力が高いあのショッピングモールがあるんですけども、そこにねこれも視聴者さんに教えてもらったんですけども、あの台湾のお土産でねすごい人気のねヌガーっていうね、もうヌガーって僕あんまり何なのかはよく分かってないんですけども、トウムラって言って砂糖の糖に村って書いてトウムラのヌガーがすごく美味しいっていうのを教えてもらったんで、それがね Q スクエアの地下の3階のねなんかそのなんていうのお土産コーナーみたいな百貨店のあのね惣菜コーナーみたいなところがあるんですけども、そこにあるみたいなんでね、それを買いに行きたいと思いますんで、皆さん今日もね最後までゆっくりリラックスして楽しんでいただけたらなと思います。そして今から行くお店がちょっとね遠いですけども、今までちょっと遠いですけども、あそこに黄色のね丸の看板があるあそこです。はい、というわけでね、ここが台湾旅行のね最初と最後に超便利ですねルーローファンですね、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯の台北駅地下街のど真ん中にあるね屋台なんですよ。皆さん見てください、この屋台のすぐ隣がね MRT のね桃園空港、桃園空港行くの MRT がこっから登れるんですよね。もう本当にすぐ隣っていうね。そしてこの遠い面ね、ちょうど向かいにあそこにほらちょっとだけ見えてますけど、あそこがフルーツジュースの屋台なんですよ。あ、三つ星つけてるね。あそこでこのねあの持ってきたんでグアバジュースね食後に飲みたいと思います。めっちゃ並んでます。ゲームのなんか多分あの無料で遊べるやつですね。はい、平日ですけども、はい、じゃあねここで食べさせてもらいたいと思います。ちょっとね邪魔にならないようにここのね一番端っこでね食べさせてもらいます。やっぱりねちょっとこっちの一番端っこにしますわ。はい、あのメニューねもらってきたんでちょっとメニューをね見たいと思います。じゃあねメニューはこんな感じです。はい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 、ルーローファンとかね麺とかね、このマーラーのヤシエ、鴨の血とかね臭豆腐とかねありますね。こっちはスープ類ですね。はい、でこっちはシャオツァイ類、小皿料理ね、煮卵とかいろいろありますね。じゃあこれなんかねこの書くやつがないんでね、多分口で注文するのかな、なんか書くやつがねないんですよね。はい、まあ、とりあえずこのルーローファンのショーでしょ、でルーローファンにはこのルーダンネ煮卵ね、はい、を注文して、あとねうーんどうしよっかな、あーどうしよっかな、この総合マーラヤシエ臭豆腐の鴨の血と臭豆腐を混ぜたやつ、これもらいましょうかね。はい、あとねどうしようかな、なんかそうやね、たまにはこのミーファン、チャオミーファンって言ってあの焼きビーフンやね、これちょっともらいましょうかね。はい、じゃあこれでいきたいと思います。これ口で言えばいいのかな。はい、あ、イガシャオル、ルーダン卵、あ、あとねチャオミーファン、あと
鸭血臭豆腐。OK。はい。小卤米粉卤蛋鸭血臭豆腐。と炒米、炒米、okay. はい、ありがとうございます。よし、じゃあね、注文したんで待ちたいと思います。はい、というわけでね、台湾旅行のね、最初と最後にね、超便利っていうことでね、そこがもうすぐ隣がね、台北 MRT の空港線ですね。そしてここ、台北駅 Y 地下街、オタクの聖地のね、ど真ん中にあるね、ルーローファンですね、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯の屋台にやってきました。ここね、実はね、めっちゃ人気のお店なんですよ。あの、Google の口コミとかめっちゃ少ないんですけど、土曜日、日曜日来たらここ行列で来ててね、満席で、やっぱ場所がいいんやろね、はい、と思います。で、実はこのルーローファン、僕一回ね、ライブ配信の時に食べたことあるんですよ。でも、そのなんやろ、美味しいんやけど、ちょっと癖があるかなみたいに思ったんですよね、はい。でもめっちゃ人気やから、ここ多分台湾人の人がめっちゃ好きなんやと思いますわ。お客さんもね、ほんまいつも台湾人ばっかりなんですよね。で、この名物のね、ルーローファンですね、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯にジャーダンですね、シャオルジャーダンって言ってね、注文すればいいんですよ。シャオルっていうのは小さい、ルーローファンの小で、ジャーダン、ルーダンですね、煮卵がついてくるってやつですね、はい。ルーローファンと煮卵はこれも一緒に食べないとダメなんでね、はい、僕のこだわりです、はい。で、これがチャオミーファンって言ってね、ビーフンを炒めたやつなんですけど、すごい量が来たね。これ絶対一人で食べれない。まあ、あの、食べれなかったらあのダーパオって言ってね、あの、持ち帰りすることできるんですよ、はい。だから絶対無理やもんね。これもあの上にね、ルーローですね、豚のトロトロそぼろご飯、あ、豚のトロトロそぼろがかかってます。あとドーヤって言ってもやしですね、はい。そしてこれも名物ね、お店の看板にもなってる臭豆腐ヤーシエですね。来る途中に言ってたやつがこれです。すごいね、ドーンってきたね、ドカーンってきたね。食べれるかな。いや、もう絶対食べれないね。あの、ヤーシエって言って鴨の血を固めたものと臭豆腐ですね。もう日本人の時の煮物ですね。マーラーね、四川風のピリ辛のやつやと思います。野菜ね、ガオリーザイ、キャベツとかもやしね、ドーヤも乗ってます、はい。いや、これは楽しみですね。すごい量が来ましたね、はい、楽しみです。じゃあ早速食べていきたいと思います。まずはね、この名物のもう台湾のローカル B 級グルメの代表格ですね、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯、ルーローファンですね。じゃあね、いただきます。美味しいわ。みんな前食べた時よりも、前ライブ配信で食べた時よりも美味しいわ。これちょっと煮込み具合の時とかもあるんかもしれないね。なんかね、すごい甘い、結構甘めのルーローファンで、あの、日本人がね、あんまり得意じゃない、あの八角ね、バージャオとかウーシャンファンとかの癖もない。ただここね、豚の皮の臭みがあるんですよ。これ前回も思ったんやけど、とても甘くて、あの、中華圏のスパイスもないんやけど、癖ないんやけど、豚の皮の臭みがあるんですよ。これほら見て、豚の皮めっちゃついてるでしょ。これが割と豚の皮のね、あれがある、うん。ただその結構甘めなんで、甘めのルーローファンが好きな方はね、絶対これ美味しいと思います、はい。で、ちょっとね、そこにね、ブージャオですね、胡椒があるんで、ちょっと胡椒かけてみますわ。あの、あんまりね、あ、そうやね、ごめん、八角とかの癖には胡椒が合うんやけど、八角には胡椒ないけど、これは豚の皮の臭みやから、ちょっと唐辛子醤油ね、さっきお兄さんがくれたんで、ちょっと唐辛子醤油かけてみよう。じゃあこのね、唐辛子醤油ちょっともらってきたんでね、これちょっとね、かけますわ。これかけたら、もしかしたら豚の皮の臭みが消えるかもしれない。ちょっと向こう返してくるね。よし、じゃあね、この唐辛子
ルーローファンね、結構たっぷりかけたよ、唐辛子ルーローファン。いただきます。うまい、辛い、辛いけどルーローファン自体が甘いから辛甘くて豚の皮の臭み消えたわ。なるほどね、これが正解やったんや。いや、お店の人がね、これ品物持ってきた一番最後に唐辛子醤油ポンと置いてくれたんですよ。そういうことやったよね、かけて食べてってことなやったんやわ、前回僕ライブ配信の時かけなかったから、だから臭かったよね。なるほどね、はい。じゃあこれね、ルーダンですね、煮卵ですね、はい。ルーローファンと煮卵はこれもう絶対一緒に食べないとダメなんですよ、決まってるんですよ、ルールなんですよ。僕が生まれるはるか昔からね。いただきます。あのルーローファン、うまい、おいしい。煮卵も全然癖がないね、いや、よかった。いや、前回ほんまライブ配信で食べた時そうでもないな思ったんやけど、おいしいわ。だからやね、ほんま僕このね、しょっちゅうここ散歩するんですよ。あの台湾今夏でめっちゃ暑いから、夜でも暑いから32度3度あるから、僕暑いの嫌いなんでここ歩くんですよ。で土曜日日曜日とかマジでここ満席なんですよ、行列もできてるしね。やっぱ美味しいんやね、はい。じゃあ次はね、このねチャオミーファンですね、あの焼きビーフンですね、あのいつも同じもんばっかり注文するからっていうのでね、よく視聴者さんに怒られるから、たまには違うもんね注文しようと思ってビーフン注文したらとんでもない量が来たっていうね。まあこれ上もね、まあ、似たような味やと思うよ、ルーローファンと。ルーローが乗ってるんでね、あともやしが乗ってます。じゃあすごいな、めっちゃくっついてくるね。いただきます。おいしい。これね、ニンニクが効いてる。すごいね、タレにね、ニンニクが混ざってるんやと思うわ。ただ量がね、とても美味しいんやけど、量がすごいね、このね、なんとも言えない。このビーフン独特のこの歯ごたえね、ちょっとゴワゴワしてるんやけど、ルーローの甘辛いタレと、このニンニクダレが相まってね、美味しい。ただ量がすごいから、一人でこれはちょっとね、二人で一個ぐらいでいいかもしれませんね、あとあの上のもやしのシャキシャキ感がいいですね、はい。そしてこのチャオミーファンって書いてたけど、あんまり炒めた感じはしないかな。茹でてタレにあえて、でもやしとルーローをかけましたみたいな、そんな感じだから炒めてはないと思う、はい。まあ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 普通にね、美味しい、ボリュームもあって値打ちあるかなって感じですね、はい。一人で注文したらダメ。じゃあ最後にね、もう一つのね、今日のメインイベントですね、臭豆腐ヤーシエですね。臭い豆腐に鴨の血を入れたマーラーですね、四川風のピリ辛の煮物ですね。これもすごい量やな、どうかな。このねヤーシエも臭豆腐もマジで癖があるところはほんと食べれないんですよ、どうかな。じゃあまずスープからね、いただきます。マーラーにしてはちょっと薄い、見た感じね。いただきます。お、これはね、あのちょっと酸味とね、あと辛さと旨味がありますね。そして臭豆腐が入ってるから、臭豆腐の臭さがスープに染み込んでて、ほんわりほんわり臭い、ほんのり臭い
これ苦手な人は無理やろね、うん、僕は大丈夫やけど、うん、この臭さがね癖になるんよ。これ不思議やと思うんやけど、僕も食べれない時は分からんかったけど、食べれるようになったらね分かるようになってくるんですよ。はい、じゃあそんな臭豆腐ね、この白い塊ですけども、これが臭豆腐です。臭い豆腐と書いて臭豆腐。どうかな、いただきます。おいしい、うん、やっぱりでもね最後の方にね臭さがふわってくるんやけど、最初わからないんよ。あの臭豆腐って中ね、豆腐のこの中身が気泡が多いんですよね。だからジューシーですごいスープに染み込んでてね、口の中でとろけていく、ほどけていく感じがするんですよ。とろけるというよりもほどける感じ。ただ最後にふわって臭みがあるんですけども、この臭みがね大丈夫になったら、これが強烈な癖となってね、中毒性があって妙に食べたくなるんですよ。普通の豆腐ってうわ今日豆腐食べたいなとかってあんまならないじゃないですか。でも臭豆腐に限ってはなんか無性に臭豆腐食べたいっていう風になるんですよ。これが臭豆腐マジックなんですよね、はい、だから臭豆腐って残ってるんですよ。ずっとちゃんと残ってるんですよ。理由があるんですよね、はい、美味しい、うん、煮込みの臭豆腐にしてはかなりうまいと思う、うん、どうしても無理な人は無理やけど、臭豆腐ってね段階を沿ってね食べれるようになるんですよ。最初は全然臭くない臭豆腐から行った方がいい。それね概要欄に URL 貼っておきますわ。ちょっと遠いけど MRG のねダーチャオ島っていうところから U バイク乗って20分ぐらい行ったところにあるんでね、そこの臭豆腐で慣れて食べれるようになってからちょっとずつチャレンジしていくことにハマってくるようになるんでね、はい、じゃあねこれが皆さんヤーシエですね。鴨の血を固めたものですね。このチャンネルで紹介するの多分2回目ぐらいかもしれないね、はい、鴨の血を本当に固めただけです。いただきます。うん、うん、微妙。ここのねヤシエはねそこまで新鮮じゃない、うん、ちょっと癖があるかな。本当に新鮮なお店って全然癖がなくてめっちゃ美味しいんですよ。僕ちなみにこのヤシエね鴨の血めっちゃ好きなんですよね。ただここのやつはちょっと、臭みがあるかな、はい、でもう一個ねズシエって言ってね豚の血を固めたやつあるんですよ。僕はそれ苦手なんですよね。本当に癖が強くて僕は苦手です。見た目とかは一緒なんですけど血固めただけなんで。ヤーシエは僕好きなんですけど、ここのヤーシエはちょっと癖があるかな、うん、新鮮ではないかな、うん、そうだね。臭豆腐はうまいけどちょっとヤーシエはうんって感じかな、はい、でこれねガオリーツァイとねキャベツとドーヤもやしですね、はい、うん、シャキシャキで美味しい。ただこれもスープと一緒で臭豆腐の匂いが移ってるんでね、苦手な人は苦手なのね。僕は美味しい。ほんまにこれヤーシエだけが残念やけど、あとはねうまい、うん、じゃあちょっとねこんなことしていいのかということをしたいと思います。この臭豆腐ルーローファンで行きたいと思います。どうかな、臭豆腐とご飯は合うのでしょうか。臭豆腐ルーローファン、あ、ちょっと臭い、あ、いやルーローファン本当甘いな、うん、臭豆腐の後にルーローファン食べたら完全にルーローファンの甘さが勝って臭みが全くない。ルーローファンの価値やね、うん、煮卵、うん、煮卵臭豆腐臭いからのルーローファン、うん、
いやちょっと待って、マジで前回のライブ配信の時ルーローハン微妙やなと思うんだけど、今日なんか知らんけどめっちゃうまいわ。豚の皮の臭みがあるけど、そうやね、前回より美味しいからちょっとびっくりやね。はい、じゃあね、ゆっくり食べて、食べ終わったらね、すぐ向かいにあるねフルーツの三つ星スタンド、フルーツジュースの三つ星スタンドで今日はグアバジュースをね買いに行きたいと思います。谢谢，ありがとうございます。谢谢。结账。九十一百八十五。はい。180元やから、まあ800円弱ぐらいかな。安いですね。ありがとうございます。谢谢。あ、ありがとう。谢谢。はい、というわけでね、食べ終わりました。ここですね、ルーローファン屋台のこのすぐ遠い面ですね。遠い面行ったところに三つ星をつけた視聴者さんがいっぱいおすすめしてくれたフルーツスタンドのジュース、ここ。さあ、というわけでね、やってきました。3回目なんですよね。ここちなみにね、日本語通じるお兄さんいてるんですよ。お父さんが日本人やから、マジで日本語ペラペラなんですよね。はい。で、これ前回ね、飲んだやつがこのマンゴー匂わないですね。マンゴーミルク、今日あるって書いて、2023年はマンゴー当たり年なんですよ。お兄さん、お久しぶりです。お久しぶりです。今日はね、はい、ガバーが美味しいって聞いたんですけど、ありますか？あります。あ、じゃあ今日はガバジュースをこれでお願いします。はい、ありがとうございます。今日はお兄さんメガネしてないですね。はい、このお兄さんがお父さんがね日本人やからマジで日本語ペラペラなんですよ。ほんまにすごいんですよ。だから台湾旅行初心者の方もね安心です。でこのお兄さんいなくても日本語のメニューもあるんでね、はい、バッチリですよ。本当にもうマジでねうまい。うん、楽しみやね。やっぱこう視聴者さんが教えてくれるお店は間違いないね。スイカジュースも美味しいらしいんで、次回はねスイカジュース行きましょう。今日はグアバですね。はい、グアバのことはちなみにバーラーっていうのかな、バーラージューって言えば多分大丈夫ですね。はい、いやー楽しみやな。僕グアバジュースね、台湾一周一人旅のそれこそほんま初日の温泉のホテル泊まった翌日の朝食でねすげーうまいのが出てきたんですよね。はい、いやーどうかな、そこを超えてくるのでしょうか。うわー美味しそう。結構トロッとしてて濃度があるな。おー、果たして入るのでしょうか。前回のマンゴーミルクはちょうどジャストサイズやったんやけど、今回はどうかな。うわ、ジャストサイズや。入りましたね。すごい。あ、こうやってねちゃんと拭いてくれるのがすごいわね。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。すごい、ちゃんと緑やわ。みんなマンゴーの時はオレンジやったけどグアバは緑やからね。ありがとうございます。あ、60元安いね。あ、めっちゃ安いや。60元やで240円ぐらい。ありがとうございます。また次はスイカジュースを飲みに行きます。はい、ありがとうございます。シェシェ、ありがとう。よし、じゃあね買いました。早速飲んでみたいと思います。はい、というわけでね、今日は皆さんガバジュースです。買ってきました。バーラージューって言いますね。はい、じゃあ早速飲みましょうか。ジャストサイズですね。いただきます。どうかな、キンキンに冷えてるわ。いただきます。おいしい。ガバジュースも美味しいわ。うん、でもね前回のマンゴーミルクほどの感動はないかな。これはね正直台湾一周一人旅の初日に泊まったベイト温泉ね、台湾で一番有名な温泉街のベイト温泉で初日いろいろあったんやけど、その翌日の朝食でね出てきたガバジュースの方が美味しいかな。うん、あっち 100% これで多分ね氷多分結構入れてたから。うん、うん、でもね抜群に美味しいのは美味しいです。はい、ただ 100% ではね、ほんまにベイト温泉のやつは 100% やったんですよ。でもねこれはこれでね夏い夏いじゃなくて暑い夏
真夏の暑い時にはぴったりやわ。すごいね、飲みやすい。わかるかな、この果汁がね口の中にね入ってくる、次回はちょっとスイカジュース飲むのが楽しみやね、ガバもガバでね、すごい美味しいです。会員しました、最後までうまいね。ただマンゴーミルクの方が絶品。これは二つ星やね、ガバは二つ星、マンゴーミルクが三つ星です、はい。じゃあね、次は今日は盛りだくさんですね。隣のね、旧スクエアね、ジンちゃん旧スクエアのショッピングモールの下にあるね、トウムラっていうあのヌガーをね買いに行きたいと思います。はい、というわけでね、台北駅地下街のねワイクのね入り口のとこ戻ってきましたね。ここほら、あの音楽ね歌ってますね今ね。向こうがメイン大ホールですね、あの上に登っていたところがね。でそっちで今ねフルーツジュースを飲みました。でこのこっちなんですよ、ほらこっちにね今言ってた旧スクエアね、台湾で多分一番集客力を誇るショッピングモールですね。ジンちゃんって言いますね、今日の駅って書いてジンちゃん旧スクエアね。こういう風にこう併設されててね、あの続いていけるんですよ。だから雨の日でも濡れないし、暑い日でも全然暑くないっていうね感じです。ここはちなみにね地下2階になるんですよ。で今からそのトウムラヌガーっていうやつね、ヌガーっていうあのお土産ですね、台湾のお土産ね、あの視聴者さんがおすすめしてくれたやつはこのもう一個ね下にあるんですよ。フードコートになってて、半分はフードコート、半分はなんかデパ地下のなんか、お土産コーナーみたいなね、そんな感じになってるんですよね。もう綺麗なね、もう最先端のショッピングモール、本当に何でも揃うんじゃないかなっていう感じですね。はい、じゃあこっちね下に降りていきます。降りていきましたらもうほらね、もう向かいにねデパ地下って感じになってるでしょ。これほんまね日本のデパ地下みたいなんですよ、はい。でこっち半分はフードコートなんですけど、こんな感じでフードコート、うわ人多いなね、フードコートで、半分はフードコートで、ここがほらお土産コーナー、あっていうか目の前にありました、これです、トウムラさん、これはい。というわけでね、まさかのこのエスカレーター下ってきた目の前にあるっていうね、あの視聴者さんがおすすめしてくれた台湾のお土産のトウムラさんのあのヌガーっていうやつね、どれがおすすめなんやろね、ちょっと聞いてみようかな。何がおすすめなの、パイナップルケーキとかもあるね、ボンリースって言いますけども、はい。何がおすすめなんやろ、これは隣やねあ、これ隣あれや、あのマカデミアナッツのこの間ドンメンで東門で買ったやつや、あのマカデミアデーツってやつここにもあるんやね。じゃあここでちょっと今日はねおすすめね、ちょっと聞いてみようかな。あ、ブハイス、あすいません、あのヌガ、はい、おすすめはチャオパイ、トイチェン、トイチェン、これ、あ、これがトイチェン、このオリジナル、このフレンチヌガーっていうやつがオリジナルでおすすめらしいですね。じゃあ、あのこれ一個ください、はい。じゃあね、結構するよね、320g、結構するよね、あの前回のこのあのマカデミアもそうやけどね、はい。いやー、お土産って結構高いな、台湾のお土産ね。はい、賞味期限65日、2ヶ月、リャンガイウエ、おお、2ヶ月も持つんやね、これはすごい、すいませんそうなんや、あでもほらやっぱ高いだけあって紙袋もしっかりしてるね、おおすごいです、ピンクですね、はい。いろいろあるね、いろんな味がある、なんか抹茶とか黒夏目とかいちごとかね、はい。あ、ありがとうございます、シェシェ、ありがとう、シェシェ、はい。じゃあこれ、あ何これ、
あ、試食ね。あ、ありがとう。あ、大丈夫。試食ね、もらいました。ありがとうございます、先生。あ、すいません。ありがとう。ちょっと下に落ちた。ごめんね。ありがとう。試食もらいました。先生、ありがとう。先生。よし、じゃあそこにフードコートあるからさ、フードコートでちょっと食べさせてもらおう。はい、というわけでね、視聴者さんおすすめのこのね、ヌガーですね。ヌガーって何なんやろね、わからないけど、買ってきましたね。はい、ちょっとこの後ろの人がおるからちょっとこう、隠しておきますわ、これでね。買ってきました、ヌガーです。はい。何やろね、トウムラさん、砂糖の村でトウムラさんですね。視聴者さんおすすめです。わー、なんか、これちょっとさ、もうちょっとこう、綺麗にね、320元もするんやから、これこっちが多分表やと思うんやけど、ちゃんと並べといてほしいよね。そうやね、なんかこういうとこちょっと雑やなって。まあまあ台湾っぽいっちゃ台湾っぽいんですけどもね、320元やから、まあ、1300円ぐらいするわけじゃないですか。やのにこうなんかちょっと雑やなっていうね、ちゃんと綺麗にね並べといてくれたらいいのになってちょっと思いますよね。はい、じゃあね、なんか知らないけど食べてみましょうか。見てください皆さん、この白いね、真っ白ですね。なんやろね。じゃあいただきます。うわ、なにこれ。普通というか微妙。すごい歯にくっつく。何これ。いや、美味しいのは美味しいんやけど、なんでめっちゃ歯にくっつく。なんかキャラメル、ミルクキャラメルみたいな、牛乳のキャラメルみたいな感じの中に、なんかナッツ的なものが入ってますみたいな。分からん。僕ごめん、分からんわ。いや別にまずいとかそういうわけじゃないんやけど、なんでこれに320元、1300円も払わなあかんねんっていう思いがちょっとあるかな。僕パイナップルケーキが嫌いっていうのが有名なんですけど、パイナップルケーキ嫌いで有名なゾロですけど、パイナップルケーキよりも嫌いやわこれ。僕ごめん、パイナップルケーキよりも嫌いやわこれ。僕ごめん。いや別にまずくないんやで、まずくないんやけど、なんでこんな歯にねちゃねちゃまとわりつくようなものを好んで320元も出して食べなあかんねんっていう気持ちでいっぱいですね。これは微妙やわ。でマジで台湾の土産ってほんま微妙やね。マジで台湾のお土産ほんま微妙。これは微妙やわ。でマジで台湾の土産ってほんま微妙やね。マジで台湾のお土産ほんま微妙。マジで弱いと思う。本当に美味しいみたいな、もうみんなに勧めたいみたいな台湾土産ないもんね。いやまあだからこそね、僕ほんまに作ったるわ。僕がマジで作ったるわほんま。台湾を代表するね、めっちゃ美味しいお土産僕作るわほんま。じゃあこのなんか試食でもらったやつね、これ、ま、抹茶味。めっちゃ歯にまとわりつく。ほんま味うんぬんとかよりももう不快やな僕は。ほんまにこのキャラメルも僕そんな歯にぐちゃぐちゃくっつくから、キャラメル自体はそんな好きじゃないから。いやキャラメル好きな人はこれ好きなんやろね。いやごめん、わからん。これめっちゃ抹茶の味するけど、ごめん僕はわからんわ。いやもうマジでお金返してほしいと思うぐらい、ほんまに申し訳ないけども、はい、もうほんまもうボロクソ言いまくりですけども、この本音で別れすぎがモットーなんでね。こんなん美味しいと思わないものを美味しいって言えないもん。僕嘘ついて言えないもん。いくら視聴者さんが勧めてくれたとは言えね。僕はダメやわ。僕はヌガーはダメやわ。パイナップルケーキもダメやけど、ヌガーもダメでした。はい。はい、じゃあね、気を取り直してね、今日はあっちの台北駅地下街のルーローファン屋台がね、メインなんで、あっちのまたも行きたいと思います。はい、というわけでね、今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタンを押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録8万人、ぜひあなたの応援よろしくお願いします。というわけで今回は2つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。